ラピエールカレーから眺めたクレルモンフェラン。左手に二つの塔を持つ大聖堂。クレルモンフェランはフランスの中央高地に位置する都市の一つ。オーベルニュローヌアルプ地域県、ピュイドイコールドーム県の県庁所在地である。人口は2005年現在で約14万人。面積は42.67平方キロメートル。近隣都市を合わせた人口は約26万人。 クレルモンフェラン都市圏の人口は約40万人である。クレルモンフェランを取り囲む火山のうち、町から1 3トル離れた最高峰ピュイドドームの山頂には通信中継用アンテナが設置されている。フランスの中でも最も古くからある町の一つであるが、現在のクレルモンフェラン市は、クレルモン市とモンフェラン市の漁師の合併によって発足した。クレルモンは1 9 9 5年に、 ローマ教皇ウルバヌス二世が、教会会議を開き、エルサレムへの巡礼の保護を名目として、聖地遠征軍の結成を呼びかけた場所として、また十七世紀の科学者、ブレイズ・パスカルの出身地としても著名である。近郊には、シャレード・サーキットと呼ばれるサーキットがあり、会一フランス GP が四度開催された。フランスの最も美しい村事務局が置かれている。クレルモン・フェランの西側は、 シェーヌ・デピュイという火山帯に含まれた火山性の玄武岩でできた大地となっている。市街の北側はアリエ川が流れる肥沃なリマニュの平野となっており、フランス第二の国草地帯である。クレルモン・フェランは、フランス南北を結ぶパリ・ベジエ間高速道路、東西を横切るリオン・ティエール、ユセル、ブリーブ・ライコール・ガイアルド・ペリグー・ボルドを結ぶ高速道路の十字路である。クレルモン・フェランの多くは、 かつての火山性の建国の中心にある都市は実際に古代の火山がマグマ水蒸気爆発を起こした中心に構築されており浄土広場のマールド浄土はおよそ15万6000年前にできた噴火口であるこの古代の火山の噴火口はおそらくシェーヌでピュイの最古の部分で直径およそ1 5キロメートルティルテーヌ川から生まれた火山湖が注積された クレルモンフェランは、プラトーサントラルと呼ばれる、火山性農家を中心に発展し、そこには、歴史的地区と大聖堂が構築された。死にし川の別農家、そしてモンジュゼ農家は、古いブドウ畑が広がり、その境界線は、古い侵食されたクレーターの名残である。クレルモンフェラン駅クレルモンフェランには4方向へ向かう、主要高速道が通じている。鉄道駅は4カ所ある。 クレルモン・フェラン駅は、オーベルニュの鉄道交通の神経とも言える駅で、他の3つは、規模が小さくなる。クレルモン・ラ・パルデュー駅は、テア、オーベルニュ路線が乗り入れており、オーベルニュ南部とクレルモン、クレルモン・フェラントラムエーセントを結んでいる。クレルモン・ラ・ロトンド駅は、オーベルニュ大学とブレイズ・パスカル大学の最寄り駅で、ある。オルナ・エアロ・ポール駅は、テア・オーベルニュと空港とを結んでいる。 クレルモンフェラン国際空港は、都市圏の東部にあたるオルナというコミューンに位置する。空港は3015メートルの長さの滑走路を持つ。空港は2006年まで、クレルモンフェラン、イソワール商工会議所が管理していたが、現在は、ケオリス、ビンシュコンソーシアムが管理している。定期便は、オルディ空港、シャルルド・ボール空港、リオン・サンテグジュッペリ空港、アムステルダムス・キポール空港とある。 季節便として、エールフランス参加のレジオナル社が、バスティア・ポレッタ空港、アジャクシオ・ナポレオン・ボナパルト空港との区間を運営している。クレルモン・フェランは、シェーヌで、ピュイの東側にあるために、反対陸性気候の典型として、フランスメトロポリテーヌの中でも、年間最高気温を記録する土地である。夏は暑く激しい雷雨が特徴で、冬は寒く乾燥する。市は、 植物体幹ゾーンの 8A に相当する。クレルモンフェランのモンジュゼの丘には地中海公園が作られ、そこでは中国原産のヤシの木やプロバンスの糸杉キュープレススセンパーバイロンスが植えられている。クレルモンフェランは晴天に恵まれるコミューンである。年間平均日照時間は1913時間である。シェーヌでピュイのおかげで雨影の状態となり、非常に乾燥したコミューンである。 大聖堂ノートルダムドラサンプション古代、この地方はウェルキンゲトリクスを出したアルウェルニ族が居住しており、現在のクレルモンフェラン付近もすでに紀元前より町が築かれていた。古代ローマ紀、ギリシアの歴史家ストラボンはガリア語で聖なる森を意味するネメッソスの名でこの場所にあった町に言及している。紀元前52年にウェルキンゲトリクス率いる。 ガリア人連合軍とガイウスユリウスカエサル機家のローマ軍が戦ったゲルゴイアはクレルモンフェランの南に位置し、その遺構を今も見ることができる。ガリアが閉廷されて後、紀元前50年にガリアは共和制ローマの属州に組み込まれた。後に町の名はガリア語から皇帝アウグストスにちなんでラテン語名アウグストネメートゥムに改称された。この町は後のクレルモンの前身にあたる。 2世紀のアウグストネメートゥムの人口は1万5千人から3万人ほどと推定されている。キリスト教が解禁された4世紀にはこの町に死教座が置かれた。中世になると町はモンスクラールスあるいはクレルモンの名で知られるようになった。848年の記録にはクレルモンにモンスクラールスの名を持つ城塞が建築されたことが記録されている。クレルモンは 主工業で知られ、繁栄し、次第に拡大していった。スペインのサンティアゴデ・コンポステーラへの巡礼が、盛んになると、クレルモンは、北部フランスからスペインへ向かう巡礼路上の都市の、一つとなった。1248年には、クレルモンの非常天聖母大聖堂が着工された。一方、1120年には、オーベルニュ伯爵が隣接する土地に、南仏の諸都市を模範とする。 新たな都市、モンフェランを創建した。1551年クレルモンはフランス王の直轄地とされ、1610年には王権と不可分であると改めて宣言された。近世に入ってクレルモンとモンフェランの統合が進められた。1630年4月15日、2つの都市の合併を命じる直令が発布された。この直令の内容は、 1731年類15世の直名により再確認された。しかしながら、モンフェランはこの統合を歓迎せず、18世紀後半から19世紀前半にかけて幾度かにわたって分離の要求がなされた。両都市の完全位で対等な統合がなされたのは20世紀に達してからである。今日のクレルモンフェランは、それぞれに特徴を備えた2つの都心部を持つ都市として、 存立している。モンフェラン旧市街は、中世の街並みをよく残す。クレルモン旧市街のバシリカ聖堂である、ノートルダム・デュポール寺院は、ユネスコの世界遺産、フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼炉の一部として、登録されている。大聖堂は、付近の火山から切り出された石のため黒い総水コール1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、2004年以降、 INSEE ミシュラン本社クレルモンフェランにはミシュランの本社があり、フランスのタイヤ産業の中心地である。1970年には市民のうちミシュランの従業員は3万人であった。クレルモンフェランの工場は縮小されて従業員数こそ半減したものの、本社機能で1万4000人近い従業員を抱えており、依然として クレルモン・フェラン経済にとってミシュラン社の役割は重要である。ゴム製品製造を除いた市の主な産業は食品加工、製薬業、金属工業であり、ボルビックの工場がピュイドイコールドーム近郊にある。オーベルニュ大学とブレイズ・パスカル大学の2大学があり、約3万人の学生が在学する。校舎の名はクレルモン・フェラン出身の数学者。 ブレイズ・パスカルにちなむ、カテゴリー、クレルモン・フェラン出身の人物を参照。ありがとうございます。